サウンドジュリアです。今日はですね、こちらのブローアップを空気録音してみたいと思います。 TBM の15番になります。こちらのレコードなんですが、非常にカッティングレベルが高くて、特にですね、シンバルとかハイハットでピーク持ってかれるみたいな、そういう強烈な広域と、あとウッドベースを弓で弾いたりとかですね、まあ、ドラムのオンマイクで打音とかレベルが高いので再生することが難しいっていうのもあってですね、オーディオバカ音バカ御用達の音源になっているレコードでございます。これ撮る前にですね、実はユーミンのですね、ユーミンブランド、これを空気録音して YouTube にアップしたんですけど、まあ、全世界でブロックと。で、著作権全部引っかかってるんですけど、普通はその広告とかが出た代金をですね、権利持ってる人に支払えば動画をアップできるんですけど、ユーミンちょっと無理でしたね。で、ブローアップどうなるか分かりませんが、ちょっともう一回撮ってみようかなっていうふうに思ってます。今回この音場感も撮りたいので、 HDL-MV1 の XY マイクでだいたいスピーカーから 2.7 メーター離したところで録画をしております。リニア録音です。それでプレイヤーはいつものミラコード90と、そしてアンプは AUD の707、そしてターンノイのスーパーレッドモニターと。こちらのレコードの年式とですね、まあこの辺の機材の年式と合ってますし、このカートリッジ、まあテクニカの OEM で VM 型なので、まあ、当時150番ぐらいですかねっていう型番になると思うんですが、まあエラックの、なんていうんですかね、音作りになってて、テクニカと全然同等の音はしないんですけど、まあなんとなく全部合ってるかなということで、今から音を出します。ちょっとマイクを切り替えますんでお待ちくださいね。
はい、ということで、聞いていただきましたが、いかがでしたでしょうか。シンバルの強打のところで、0dB まで振りました。ギリギリクリップする手前で、取れてると思います。これ今、音出ししてるスピーカーのホーンツイターなので、強烈なシンバルとか入っても全然大丈夫なんですが、こういうちっちゃいソフトドームとか金属ドームのツイターで思いっきり鳴らしたら燃えちゃうんじゃないかなっていうふうに思います。今日は TBM の15番を聞いていただきました。以上です。